坂とは、律令制において、不益を全体に公平に配分することであるが、本来は、それと共に配分される義務労役そのものも指している。日本の養老令にも不益令23条において、坂の規定を導入しているものの、中国の坂とは、本質的に異なっている。中国における、本来の坂とは、と統制によって、括弧の負担能力を測って、坂墓に記載し、 その負担能力に応じた義務労役を課すものである。したがって、そこで挑発は特定の公民に課せられるものではなく、とそのものに課せられるものでその都に何人家口がいるかは重要視されないものである。党では当初は三等庫に分けられていたが、上岸9年に九等庫制が導入されて、以後整備された。東代には制約と呼ばれる。 中央官庁に対する労役とこれに含まない雑人役、色役と呼ばれる労役が主体であり、坂に相当したのは後者の労役である。制約に挑発された都以外の都より雑人役、色役がそれにかかる経済的負担に応じて上位の都から選抜されていき、それでも不足する部分や地方官庁に関連する労役を増用で補ったのである。坂は 人道税である点では、租庸調や増用と同じであるが、そこに一種の財産税の要素が加えられた別個の税体系上に存在していたこと、その都の住人が、労役につけない場合には、代わりの者のを雇って、労役をさせる、雇い人大役や鹿や、納め家などが許されていたことなどの面で特徴があった。これに対して、租庸調や増用は、人道人志学の原則によって付加されており、 深口でない限り個々の負担能力を考慮しない、公平な負担が求められた。日本では都統制が徹底されなかったこと、農民層に大きな格差がなかったこと、中国と日本では等しい負担に対する概念が異なったために、中国的な意味での坂は導入されず、坂に相当する労役は人頭税的な創業に多くが組み入れられた。また、雇い人代役も認められなかった。 日本の笛記例23条でも坂の規定が設けられ、不況のものから貧弱なものの順に、あるいは他への都から小邸の都の順に、分番して、上役を行う場合には、担当管轄に配するなどの付加規定が採用されていたが、あくまでも人頭税を基本とした日本律令制独自の規定であり、財産税的な要素を持った中国の坂とは違ったものとなっている。 ありがとうございます。